皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は5月13日月曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。もしかすると雄三さんは弁護士になった智子がいつまでも自分に頼ることを懸念して自ら猪爪家から去ったのかなと思ってしまった。もちろんいつまでも猪爪家のお世話にはなれないという気持ちが大きいのだろうけど、雄三さんってすごく気の回る人だからそこまで考えているような気もするんですよね。海野先生が出版法にのっとり出版から1年以上経っていることから時効だと訴える。前回の京和事件の時も監獄法の適切な運用を説いた。このドラマは少なくとも法廷では法律のテクニカルな解釈を大事にしている。正義や感情ではなくあくまで法の適切性を重視している。すごくリアリティがあって実に面白い。そうなんだよね、智子の中で花岡は気になる相手なのは確実だけど、無罪を勝ち取った喜びを共有したい相手は雄三さんなんだよな。この絶妙な機微を智子自身がどう自覚していくのかがすごく楽しみだな。雄三さんが直子との工場に住み込むことになったため、彼の部屋は本来の用途である物置部屋に。俺にはわかる、視聴者も寂しいけど智子だって同じくらい、いやそれ以上に寂しいはず。でも残念なことに智子は自分の気持ちにすら鈍感なんだよな。去っていった仲間たちのためにも精一杯仕事に励む智子。その甲斐あって海野が智子のまとめた資料から勝ち筋を見出した。智子だけではなくひゃんちゃん、涼子様、梅子さん、米さんの5人で勝ち取った勝訴だと感じたよ。無罪を勝ち取った喜びを智子が熱く語っても、春さんは家事に忙しくて上の空、こんな時に雄三さんがいてくれたら。いなくなってその存在の大切さがわかるよね。そこへ花岡から裁判官合格の知らせ、お祝いを二人でやりたいと。恋のライバルがいない間に花岡の更生が始まったぞ。こんな時に雄三さんがいてくれたらと思うけど、でも弁護士を諦めた雄三さんにこの手の話をずっとするのも彼からしてみると辛いものがあるかもしれない。きっと雄三さんはニコニコしながら聞いてくれるだろうけど、今日の雄三日記をたまにでもいいからお茶の間に届けてほしい。雄三さん初出勤の時はお腹大丈夫だったかな。なんとなくだけど試験を乗り越えた経験が少しは腹痛を抑えてくれてると思ってる。たまには遊びに来てね。とどろきの昼食がパンから日の丸弁当になる。お国のために質素倹約。とどろきは疑問を感じることなく戦時に同化してるのか。この先どんどん激化する戦況の中、彼はどこまでお国の指示に従い続けるのだろうかと思うとなんだか心配になってきた。素直なまま戦場へ向かってしまいそうな予感もする。明治26年出版法は新聞紙以外の普通出版物の取り締まりを目的として制定されました。安寧秩序の妨害、風俗回覧の危険性のあるものを禁止しましたが、昭和9年からは皇室に対する不敬、犯罪を扇動するなどの内容についても取り締まるようになりました。ドラマなどでよく出てくる出版物の検閲はこの法によるものですね。今回であれば依頼人は
思想犯と思われることに憤慨していて、思想的な無罪を証明してほしいんだろうけど、法律としてどこが問題点なのかはまた違うということか。そして弁護士は依頼人の最大の利益を考えて戦術を立てるということがよくわかった。落合教授の取り調べは苛烈で、弁護しても被告人扱いされるかもしれないとは。出版法みたいな法律は当たり前のように拡大解釈され、政治やファシズムを批判したり警鐘を鳴らしたりするのも不可能になる。安寧秩序を維持するための法律そのものが安寧秩序を乱してしまっている矛盾。トドロキがパンとか日の丸弁当ばっかり食べてるから、久保田先輩にそんなんじゃ体壊すぞと叱られてほしい。この二人の職場風景も見てみたい。盛大にお祝いしましょうねと言っていた場にトドロキもいたのに、こっそり二人で祝賀会が行われてしまったら、あれいつになったらお祝いするんだろうなと、トドロキは延々と誘いを待つことになるのだろうか。想像すると不憫だぞトドロキ。このさあ、気になってる誰かに好意を持ってもらった嬉しさから出る口元の緩みと、喜びや達成感を分かち合いたいけどその場にいないあなたを思う表情の差が秀逸すぎて、もうため息しか出ないよ。伊藤沙莉さんすごすぎる。花岡の合格を聞いて頭をブンブン振るところが可愛すぎて、月曜から元気もらえた。公園で待ち合わせたり職場から電話をかけてくる花岡を見て、やはり舞い上がれの柏木にしか見えなくなってきたぞ。一足先に夢を叶えるところも同じだし、あれ？ということは彼との恋はうまくいかないのか？久保田先輩のスーツ姿のかっこよさにしびれた人、正直に手を挙げなさい。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。